こんばんは。今回の光る大津は認知症についてお届けします。そこで大津市長寿政策課杉本邦博さん、中村聡さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは改めて認知症について教えてください。はい、認知症とは脳の病気や障害によって記憶や思考などの認知機能が持続的に低下している状態のことです。はい。高齢になるにつれて増加し、誰にでも起こりうる身近なものです。一言ではありません。しかし認知症は正しい知識と適切な対応支援をすることで、その人らしい生活を続けることができます。なるほど。ご本人も周りの方も不安や負担を軽減するために、正しく理解することが大切なんですね。そうなんです。大津市では認知症になっても住み慣れた湖の町でいつまでも暮らせる笑顔の大津を実現するために、敬老の日や世界アルツハイマーデーを含む9月15日から30日までの2週間を認知症啓発ウィークとして、さまざまな取り組みを行っています。具体的にはどんなことをされるんですか？はい、オレンジリングフォーラム大津を開催します。はい。認知症当事者や家族が実際にどのように認知症と向き合い暮らしているのか、またその主治医などゲストをお呼びし、講演・トークショーを行います。日時は9月18日日曜日お昼1時30分からピアバザ大見にて開催します。参加費は無料です。オンラインでの参加も可能となっています。お申し込みは大津市のホームページ QR コードからお願いします。またお電話でも受付可能です。認知症当事者のお話を聞ける貴重な機会ですね。はい、そうなんです。また9月15日と22日に認知症啓発ギャラリーも開催します。ゲストは下坂さんにお越しいただきます。下坂さんは46歳で若年性認知症を発症し、当時大きな悲しみを感じるも、自分を見て勇気づけられる当事者や家族はきっといるはずという思いから、現在認知症について広く知ってもらうための活動に尽力し、社会活動も行っています。認知症啓発ギャラリーでは、そんな下坂さんが撮り続ける写真や認知症ガイドブック、認知症のことで知っていてほしい5つのことなどを展示します。また22日はギャラリートークも合わせて行います。参加費はどちらも無料ですが、ギャラリートークのみ事前にお申し込みが必要となります。こちらはお電話でのお申し込み限定です。わかりました。そして認知症サポーター養成講座を受講すると、こちらのオレンジリングがいただけるんですよね？はい、こちらは認知症サポーターの証、オレンジリングです。認知症サポーターは何か特別なことをする人ではありません。認知症について正しく理解し、偏見を持たず認知症の人やその家族を温かく見守り応援する人たちのことです。認知症と診断された方も、認知症に不安を感じておられる方も、そうでない方も講習にご参加いただき、認知症について理解を深めてもらえたらと思います。認知症は人事ではありません。この機会に認知症について正しく知りましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。